はい、どうも石原です。今回の動画の内容はこちらです。 iPhone 14 の発売が遅れるかもしれない。 iPhone 13 が Galaxy S22 より高性能だという結果が出た。新しい Mac が3台登録された。以上の内容でお届けしていきますので、ぜひ動画の最後までご視聴ください。そしてこのチャンネルでは最新の iPhone の情報とか Apple に関するリーク情報を毎日お届けしておりますので、ぜひ iPhone に興味がある方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。また Twitter の方もやっておりますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。はい、まず iPhone 14 の発売が遅れるかもしれないというリーク情報なんですけれども、こちらは海外メディアのアイモアが報じた内容なんですけども、Apple の A シリーズと M シリーズチップを担当する TSMC がアメリカで工場を建設しようとしているんですけれども、うまくいっていないというレポートが届いております。建設プロジェクトは現在予定より6ヶ月も遅れているということなんでございます。この施設は完成しますと中国と日本に工場がある母国以外で最も先進的な TSMC になりますということなんで、かなりね今後の生産プロジェクトにおいてめちゃめちゃ大切な工場だとされております。でその TSMC は生産スケジュールを計画的にやっていけるように生産ハードウェアを設置するためのタイムスケールをいろいろ考えて動いている段階だとしております。でこの TSMC は iPhone 13のチップも生産しておりますので、 iPhone 14のチップも今後は生産していく準備段階に入っている。その上で新しい工場の建設は非常に重要だとされております。なのでここに来てその主要なサプライヤーである TSMC の工場建設が6ヶ月遅れているということは iPhone 14の発売スケジュールに何らかの影響があるのではないかというリーク情報になっております。いやいや、やっぱりね、これは理由としましてはコロナですね。オミクロン株とか、やっぱりね、感染症拡大によって、工場の建設とか、まあ、従業員の募集なんか、いろんなところでやっぱりね、遅れというかね、問題が生じているというのが、実際のところだと思いますので、このね、TSMC の工場建設については、新しい iPhone 14の生産にも関わってくるので、非常にね、iPhone 14を待ち望んでいる我々 iPhone ユーザーからしたらちょっと心配の種でもありますので、今後 TSMC の工場に関する建設の進捗なんかもね、リーク情報出てきました。ご紹介していきますので、現段階で iPhone 14の発売に絶対に影響するとは言えませんけれども、少なからず影響してくることが考えられます。はい。そして iPhone 13 が Galaxy S22 より高性能だという結果が出たということで、これは良いも悪いも、現段階でこういう情報が出ているということを皆さんにご紹介しておきたいと思います。それはね、はい。僕、Twitter の方でもね、つぶやいたんですけども、まあ、あるユーザーが iPhone 13 Pro Max と Galaxy S22 のベンチマークを計測した数字を発表しました。はい、その数字がこちらになっております。Galaxy S22 Ultra がシングルコアで1232、そしてマルチコアで3433となっているんですけれども、iPhone 13 Pro Max ではシングルスコアが1735、そしてマルチコアスコアが4647ということで、iPhone 13 Pro の方が、Pro Max の方が高性能な数字を叩き出しているんです。はい、つまりこれは何を言いたいかと言いますと、クアルコムのスナップドラゴンのシリーズのチップの最新チップが iPhone 13の最新チップよりも劣っているという状況がね、数字として出てきたということになっております。これはサムスンのハイエンドスマートフォンと言われる Galaxy S22 シリーズ全てにおいて iPhone 13シリーズのねベンチマークスコアが負けているという結果になっております。で実際に石原が持っているこちら iPhone 13 Proね、プロマックスじゃないです。プロのベンチマークスコア。こちらのリーク情報で上がった S22 のベンチマークと同じソフトウェアは同じアプリは使えないんですけども、オーソドクもスタンダードなギークベンチというね、ギークベンチ5ね、一番新しいギークベンチ5で iPhone 13 Pro。私の iPhone 13 Pro の数字、まあ、スコアを計測したところ、はい、このように出ております。はい、シングルコアが1731で、マルチコアスコアが4689ということで、この時点でも、はい、僕の iPhone 13 Pro でさえ S22 Ultra よりもベンチマークスコアとしては高い数字が出ております。僕はTwitter でも
つぶやきましたけど、やっぱり iOS と iPhone のソフトウェアとハードウェアの最適化が一番ね、まあポイントになったんじゃ、ないかなと思います。言うてもサムスン、ね、Android OS というのはサムスンが作っていないので、やっぱり最終的なね、もう緻密なディティール、もう隅々まで最適化することはやっぱり厳しいのかなというところが懸念されます。しかしこの iPhone というのは Apple が作ったハードウェアであり、iOS も Apple が作ったソフトウェアなので、むちゃくちゃね、細かいところまで最適化された、まあことが影響して、スコアも伸びているんじゃないかと言われております。ただ、ただですよ、皆さん。これはあくまでも S22 Ultra とか S22 シリーズのリリース前のモデルになります。4月に入ってから正式に日本ではリリースされとしているんですけども、発売前の段階のモデルになるので、発売する時点でもう少し性能はアップしている可能性があるんですよ。現時点でのリーク情報としては iPhone 13 Pro Max とか僕のね iPhone 13 Pro よりも S22 のベンチマーク、まあウルトラ S22 の、まあ、3機種モデルねラインナップされましたけども、これの数字的には iPhone 13 Pro、まあ、iPhone 13シリーズが勝っているという状況になっていますので、 S22 をご購入予定のこのチャンネルを見ている Android ユーザーの方、もしねゲットされた方はベンチマークのスクショ送ってほしいなと思います。僕はね、買う予定ないんですよ。iPhone ユーザーなので。はい、申し訳ないんですけど。またここで言っちゃうとね、YouTuber だから、スマートフォン全部買わなきゃいけないみたいな、買うべきだみたいなね、議論がなされるんですけど。本当に申し訳ないです。もうね、なんだかんだ言って iPhone ユーザーなので、Android をね、使う、買うまでには至ってないんです。まあ欲しいとは思ってるんですけどね。でも S ウルトラの僕ね、こう呟いたんですけどもね、ツイッターの方で呟いたんですけども、ちょっとね、トライポフォビア。集合体がね、僕ちょっと苦手なので、この S22 ウルトラの、これ、割とね、ちょっとゾクゾクするような。まあ、iPhone 13 Pro ももちろんちょっとゾクゾク気味ですよね。3つ集合体あるんで。そうは言うても、この S22 Ultra の方がもっと集合体がちょっとこう、ちょっとゾワッとする感じはございますので、ちょっとね、買うまでにはね、いくらスペックが良くても、ちょっとこのカメラが、ちょっと、いや、だからね、もう iPhone 14 に4つカメラなったら、ちょっと僕も厳しいのかもしれない。だから、プロシリーズは買えないかもしれない。iPhone 14 mini とか、まあ14 mini はないけど、14 max とかになるかもしれない。プロでここにね、ちょっとカメラがいっぱいついても、ちょっと困る、のはあります。まあまあちょっと話余談になりましたけども、まあ S22 が発売前のベンチマークとしては iPhone 13 Pro に負けている iPhone 13 Pro、最強だっていうことがね、今結論としては言えると。まあもちろん発売後はそれはわかんないよっていう話にはなってくるんですけども、まあそうは言うても iPhone 13、ね、ハードウェアとか他のね、Android スマートフォンにゴテゴテじゃないかと言われつつも、性能的にはね、やっぱり実用的にはめちゃめちゃスペックが高くて、性能もいいということになっているかと思います。はい、そして最後に新しい Mac が EEC に登録されたということなんですけども、これは、まあ、以前にも iPhone SE 第3世代がユーラシア経済委員会という EEC というものに登録されましたということをお伝えしました。登録されたということは発売がもうすぐではないかということをお伝えしました。で、今回はその Mac 版でございます。3つのモデル、これは Mac お宝鑑定団が報じた内容なんですけども、A2600、A2615、そして A2686、そして A2681 の情報がEEC というユーラシア大陸経済委員会に登録された。つまり、Mac、新しい Mac も今回の Apple 発表イベント、3月8日に開催すると予測されている Apple イベントが、まあ、6月の WWDC2022 で発売、まあ、発表されるのかというところなんですけども、まあ、実際登録された3つのモデルは何の Mac が発売されるのかという予測の範囲でお伝えしておきますと、まあ、iMac というか Mac mini というのが一番有力が高いと。まあ、一番可能性が高いのが Mac mini となっております。その後に MacBook Air とか MacBook Pro もしくは
iMac の27インチもしくは32インチかというところになってきますので、 Mac mini、 MacBook Air、 そして iMac の新しいモデルが発表されるのではないかという予想になっておりますので、まあ、非常に今回のね3月8日の Apple イベント予測ですけども、まだね予定というか予測なんですけども、非常に楽しみになってきました。はい、ということで今回も iPhone 14 の新しいリーク情報とか iPhone 13 シリーズが S22 シリーズ Galaxy の新しいモデルよりも高性能であるという、まあ、ベンチマーク結果、そして Mac について新しいリーク情報をお届けしました。今後もね新しい Apple に関するリーク情報をお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。